そこの、そう、あんた、正しくはあんたたちか。ちょっと来て。ずっとあんたたちのことを観察してたの。え、おいらたちか。そうよ、あんたたちも茨の道を越えて真実を追求したいんでしょ。しかもその格好、フォンテーヌの人間じゃないね。それはそうだけど、お前らは誰だ。スピナディロースラの名は知ってるでしょ。紛争の仲裁、保護の提供、難題の解決、どんなこともそつなくこなす何でもござるの民間組織スピナディロースラ。そして私こそ名高きスピナディロースラの現会長ナビア。でもまあ、うちのルールじゃ私のことはボスって呼んでもらってるけど。自重のシルバだ、よろしく頼む。私はマルシラック、お会いできて光栄です。普段はお嬢様の身の回りを責任を持ってお世話いたしております。あれ、ボスだったりお嬢様だったりどういうことだ。実は私、二代目の会長なんだよね。マルシラックたちはまだ昔の呼び方が抜けないみたいだけど。申し訳ありません。もしお嬢様がボスという呼び方を好まれるようでしたら、今後はそう呼ばせていただきます。いいのいいの、あんたたちも私のことはボスじゃなくてナビアって呼んでいいよ。わかったぜ。って違う、オイラたちはもともとスピナディロースラの人間じゃないだろ。細かいところは気にしないで。それよりこの事件について話しましょう。まあね、パパの昔のことでずっと連続少女失踪事件には注目してるの。現状から見ればリメは黒幕なんかじゃないと思う。え、本当か。オイラたちも同じ考えで、今は必死に手がかりを探してるところだぞ。ちなみにお前はどうしてそう思ったんだ。もちろん私の鋭くてよく当たる勘よ。フリーナ様ってば、いきなりリネに矛先を向けたけど、決定的な証拠なんて全くなかったじゃない。彼女はいつもあんな感じ。大審判官が彼女の話を遮って告発するかどうかを聞いたでしょ。あれ以上調子に乗って不謹慎な発言をしないようにってことなの。告発したら審判のプロセスが始まることになる。その雰囲気の中じゃフリーナ様は絶対に引かないでしょ。お前が水人を信用してないだけのように聞こえるけどな。じゃああんたはどう思う。確かにあの水人は面白い。でも彼女が好きだからって盲目的に支持するわけにもいかないでしょ。さてと、あんたたちの質問には答えた。次は私の質問に答えてもらうよ。なんでだよ、今のもカウントされるのかよ。知ったこっちゃないね。まあご心配なく、きっとあんたたちにとっても価値ある質問だから。あんたたちは審判を過激として楽しむ行為は正しいと思う？理由は？言ったでしょ、マルシラック、シルバー、この二人はただ者じゃないってさ。お嬢様のご判断は実に的確でしたね。こちらの旅人の回答は非常に優れていると思いますよ。人々がどんなに素晴らしい脚本を期待していても、ここで上演される審判の講演は事実に基づいていなければなりません。もしそれが両立できていたならボスも。はいはい、話はそこまで。とにかくあんたの答えは気に入った。あんたたち合格よ。私は少し準備するから、後で一緒に調査しましょう。そうね、あんたたちは私の助手ってことで。おい、なんでいきなりそんなことになるんだよ。ん？それじゃあ私があんたたちの助手をやろうか。相棒でも何でもいいよ、私は気にしないから。
そうこなくっちゃな。自慢話のように聞こえるかもしれませんが、お嬢様の直感はもしかすると真相へと導く大きな力になるかもしれませんよ。あなた方はご友人が濡れ衣を着せられることを望んでおらず、私たちも失踪事件の真相を突き止めたいと思っている。この点において私たちの目標は一致しているはずです。確かに一理あるぜ。おじちゃん口上手だな。そっちの兄ちゃんはどう思う？ずっと黙ってるけど何か心配事でもあるのか？異論はない。あ、そうかよ。それじゃあ少し準備するから、後でマジックの種を解説するときには私たちを呼んでね。じゃ、サンキュー。